麻雀ファンの皆さん、こんにちは。本日はフォーカス M シーズン9、15回戦、16回戦の模様をお届けしてまいります。実況は私、太田弘子が務めます。よろしくお願いします。そして解説は現在トータルポイント1位の斉藤剛プロが務めます。斉藤プロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。フォーカス M は M リーグに照準を合わせ切磋琢磨するプロ雀士と、この企画に賛同する特別参加の選手による真剣勝負のリーグ戦です。それでは本日の対局メンバーを座順とともに紹介してまいりましょう。まずは小さにこの方、 EX 風林火山所属、二階堂るみ。なんちゃに、現在 A1 リーグ所属、藤島健次郎。そしてシャーチャには渋谷アベマズ所属、白鳥翔。最後にペイチャ、現在包囲戦 A1 リーグ所属、前田直也。以上の4名での対局となっております。それでは14回戦までの成績表をご覧ください。黄色く塗られている部分が本日の対局メンバーとなっており、青く名前が表記されているのが M リーガーとなっております。藤島は、現在4回対局が終えていて、トータルポイントが 38.9 ポイント。それ以外の3者は、本日がフォーカス M シーズン9、初対局となっております。それでは対局場の準備ができているようです。フォーカス M シーズン9、15回戦、統廃の開始です。お願いします。お願いします。なお、ルールは一発、裏ドラ、赤ドラ、ありの M リーグルールで、70分プラス1局の時間打ち切りで行われます。改めまして、斉藤プロ、本日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、こちら、親のルミの手牌です。うん、赤入りターツがありましたね。ありました。藤島はこちら、ピンズで両面があって、白鳥はマンズが多いように見えますね。はい。うん、前田はちょっと厳しいか。おー、いきなりペンチピン入ったよ。このペンチピンで一気にやる気出ますね。もうやる気が相当上がりましたね。はい。まあ、なかなか降りることはなさそうな配置でしたね。うん、やっぱり赤入りの、はい、もう親番で、あ、これでもうターツが揃った。そうですね。そして下のテロップが、親番ルミのはずなんですが、ちょっと藤島が親と表記されておりますね。あ、奪い取っちゃいましたね。はい、強引な、なかなかこれはだいぶ親のルミさんのハイパイが圧勝ですね。はい、さて続きにチーピン持ってきました。このチーピン残していきます。残しましたね。ということはドラがローピンということで、さらなる打点アップを見込んでますよね。はい、一応チーピン切ってもローピンってスライドできるハイなんですけど、例えば赤ウーピンとか、はい、この後ローピン持ってきて赤ウーピンを引くというケースとかもあるので、これで十分系なんで切りました ね。はい、3面チャン想像でできました。うん、とにかく打点に寄せてる。はい、さあそして白鳥関連ピンが入って、先ほどシャーチャでシャーが統一になったとこなんですが、前田からシャーを打ち出されたらこれ泣いたりしますか。今頭がない状態です。ドラ1あるんですよね。はい、ドラがなければちょっと仕掛けもあるんですけど、ドラ1あると打点見てスルーもかなり有力かなと。全然泣いてもいいけど、はい、積もる、うん、リーチして積もって思うらみたいなね。ああ、それ嬉しいですね。黄金のパターンですよね。はい、王道のリーズも思うら2004戦、やっぱリーチして裏乗ったらマンガンっていうと泣きづらかったりもするんでしょうか。そのあたりの、いやでもそうだと思いますよ。その、まあ、泣きづらいというか、ちょっとネガティブな言い方だと泣きづらいになりますけど、はい、リーチの、価値が上がるんですよね、ドライチあるだけで。確かに。お、そしていや、めっちゃくちゃいい、追い越したんじゃないか、はい、これ。いや、同等か、同じぐらいですね。三面ちゃん両面対決、どっちも三面ちゃん両面。前田はちょっと追いついてないですね。ですね。はい、それ以外の三者がぶつかるような進行になりそうでしょうか。わ、来た、追い越した。藤島リーチとなります。町はリャンウッパーマン、リーチタイヤをピンフ。いや、しかもこれパーワンの方が盲点ですよね。先にローワン切って4万引っ張ってリーチなので、うん、まあ、いわゆるリャンウーワンみたいなのは相当警戒されるけど、おお、追いついた。ルミもリーチです。あ、ここが一発も跳ねマンから、はい、はい、リーチタイヤを一発もピンフ赤。
浦和乗りません。3戦6戦の上がり、いやナイススタートでしたねこれは気持ちいい上がりが決まりました。藤島ルミも同じくリアウンの街でリーチしたんですが、チーピン入った時はねもう勝ったと思ってたでしょうね。思いましたねさあそしてその藤島の親番手イーソーアンコ赤ウソを使い切れますね。ちょっとノリになってますね。白鳥もいいぞ、うん、前田はどうでしょうこの手配。いや悪くないですよ、はい、県3品さえ埋まればドラドラですからね。さあそしてルミは赤ウピンでメンツができている。いやでもやっぱり藤島さんが圧勝か。やっぱ赤赤ですからね、もう見た目からしても、うん、赤赤だし形も悪くないし、はい、ただ前田はドラドラ、県3品がなければですけどね。そうですね、ただこちらも関数ピンというネックはありますね藤島さん、うん、お、チュンカさんってこれで、うん、自由に動けますね。さあマンズの一騎通貫なんかも狙えるか、前田の手配一通を狙うとジャントー候補が他に欲しいですよね、はい、お、これで有効牌、はい、さらにこれで一歩前進した前田、うん、さあ白鳥はシャーから泣いてきました。自身はなんちゃですがシャーから泣いてこれは本一に向かっていきます。そうですね、結構思い切った仕掛けでしたね、うん、結構その役牌になるチューンから泣いていくんだったら割とよくあるパターンですけど、あのウッパーソーっていう強い両面があるから、はい、あのスルーしてチューンを泣いた時のかわしてにする可能性あるな、はい、と思ったんだけど、はい、めちゃくちゃうまくいきましたね。そうですね、ペンチーピン引き入れました、うん、こっちもいいとこ入った。さあカンリャンマンが入って、先ほど言ってたペン3ピンのネックになる受けを払うことができましたね。そうですね、めちゃくちゃいいとこ引きましたね、うん、これでリャンウワンとロッキューワンみたいな受けになってるんで、ちょっと藤島さんが寒くなってきた。あ、一通含みになった。おというかこれチューンをポンしたら短期に取るとチャンタついて満貫ですね。あ、そうですね、取ればですけど、もちろんイースピンのベタに取る手はありますけど、はい、一応可能性は。さあ白鳥の選択はどうなるか。うん、藤島さんからチュン出ることありますからね。そうですね、手が進めば親番なんで連チャンしたいと思ったら、はい、統一にならない限りは出そうな牌。ルミさんも一応ペン3番残りのイーシャンテン、はい、さあどうする、目いっぱいにするか。さあここでチュンが打ち出されて、ここですよね、はい、白鳥トンタンキかどうか。あー、イースピン悪くないからイースピンにするかな。うん、バトンを切ってイースピン、チュン本一ですね。さあチーピンはちょっと怖いとこだけど、ドラドラトーンを合わせるかとりあえず。おー、まだいけると判断した。まだこれは脳天の可能性もそこそこ見てるっていう打牌ですよね。そうですね、天牌だったら当然トーン合わせてっていう風にすると思うので、まだいけんじゃないかと。結構怖い牌ですけどね。さあペイを持ってきて、うん、これはつもぎり。白鳥はチュンとシャーをポンしています。怖いけど前田さんもウーアンとか入ったら三面ちゃんになりますしね。さあどうなるか。ハクないこれは、はい、4枚目のハクでした。もう変わることはないかな。そうですね、なかなかイースピン以上の待ちとなったら赤ウーピンを引くとかだけど、ルミさんが赤ウーピン持ってるからそれもなさそう。おお、とりあえず通ったチーピン、はい、ということはまだ多分勝負すると思うんですよね。ウーピンぐらいはいくと思います。うん、さあこのトーン残ってるんですが、天牌のタイミングで打ち出されたら、ただあー、まあでも泣くか。こちら藤島の手、はい、これはあー、これはリーチか。はい、さあ藤島リーチとなりました。町はサブローマン、そのローマン一発でキャッチ。いやこれは結構強烈ですからね、チーピン、はい、ギャンピンと。でも E ピンも通る範囲ではないですよね絶対に、はい、だからここは町の強さ込みで
打ってもおかしくない牌です。さあ打ち出されて、これが藤島の上がり、リーチ一発、赤赤浦さん、浦さんこれはでかいぞ。1万8000の上がりを決めた藤島、3000、6000に1万8000に、これはかなり、いや相当なリードになりましたよね、はい、さあ親番連チャンです。藤島の親番、しかもダブトン統一スタート、うわドラは9万。さあ白鳥痛恨の宝珠となってしまいました。ちょっと痛恨すぎましたね、はい、今のは前田は関連マンが入ったところ、ルミは赤赤、おもういいシャンテンですよ。島がダブトンをポンしましたね、はい、しかもポンしやすいペイが統一で残っているから、まあまあこの曲も藤島さんの上がりになりそうですよね、はい、連チャンになるんでしょうか、うん、かなり連チャン率は高い状況です、はい。さあ白鳥は貫禄ピンを引き入れた、うん、あでも前田さんも悪くないか、マジで一面、はい、もう両面ターツだけですからね、はい、残ってるの十分な形ですね。ペイが浅いか深いかになりそう。ペイなんて誰が持ってきても切りますもんね。確かに前田さんは切るでしょう。貫禄ピンが入ってちょっと選択になりましたね、はい、リャンウピンと6球層、ここは3ピンを切っていきます、うん、二差しの変化も込みで見てますね。うーんルミさんだけはちょっとペー瞬間止まるかもしれないけど、これでカンウーピンの受けもできた。藤島の手がどんどん、おお9番も切る気ですね。白鳥さんは先ほど宝珠に回った白鳥、なんとか点数回復したいところ、したいですね、はい、前田さんが狙い通り234の3色いいシャンテになってます。おこちらですね、うん、数番引きましたからね、あとはリャンズを引けば3色確定、はい、ユミさんも赤赤だから頑張りたいんですよ。そうですね、でもダブトンポンだからジレンマですよね。宝珠したら結構高いことになりそう、うん、さあここでそうですね、ドラを切りましたね、はい、あの危なくないうちに切ってるってイメージですよね。うーん今のうちってことですね。そうですね、結構こういうドラって泣かれたら怖いとかちょっとロンって言われたら怖いからって止めちゃうプレイヤーも多いんですけど、はい、今一番安全なのは今ですからね。なるほど、もうこれ以上時間経てば経つほどどんどん危険になるから、はい、あペが打ち出されて、うんいいピンか、藤島いいピンを切って天杯待ちはすっちそう。これ安いけど周り嫌でしょ。あー無理だこれ打っちゃうよ。いや打っちゃう打っちゃう打っちゃう、余ってしまう。だっていやすっちそう以外に危険な無筋まだ多いんですよ。で自身が満願のいいシャンテンですからね。さあそしてここでスーソーが打ち出されて藤島の上がりとなります。ダブトン初、うんダブトンだけかな、あすみません初に見てました、はい、ダブトンですね大変失礼しました。2900は3200の上がりですね、はい、白鳥さんも展望がない上に、はい、自分が高め満願のイーシャンテンで、はい、しかもまだ通ってない目筋がそこそこあったっていうのが宝珠の要因につながりましたよね、うん、なるほど。いや藤島が止まらない、止まらないですね。これは2局日本バードラは2万です。これは無限に頑張りそうだ藤島さん、はい、ジャンプ的にもまた赤赤ですよ。もうどこまでも行きますか、はい、対抗はいるかな。一応チュンが、あーいいペンチが引き入れた。これは最高ですね。一枚目のチュンスルーしたんですけど、今ペンチが入ったことで相当泣き寄りになりましたね。二枚目はネックが埋まって泣きやすくなったってことですね、はい、白鳥さんは換算図を払って後継重視。さあ両面ができた前田、いいシャンテンじゃないですか。おからパーソーとスーソーのくっつきの選択、ここはパーソー選択、うん、注目は親番藤島のこちらの手牌、両面が増えてきましたよ、はい、おいいシャンテン。白鳥さんも安全牌、おお切った、切っていきます。ということはチュンだけに頼るのはあの
控えたというか、ウーソーとか持ってきたらチュンチュンっていく予定なんでしょうね。うーん、懐深いですね、うん、あ、ただこれで基本はリーチだけど闇点もある局面ですね。あの藤島さんが結構来ると思えば、うん、おー、こうなるという選択ですね、はい、もちろんチュンが1枚出てるってこともあるけど、はい、藤島さんからの圧がこの後も入り続けるとかの考慮入ってますよね。リーチしたくなっちゃうんですけど、これは我慢強いですね。うん、リーチもありますよ、もちろん、うんうん、リーチもあるけどドラがないですもんね。うわ、ウーピンの方切った、スーピンじゃなくて、これ完全に引っ掛けに来てますよね。へー、サブロピンになった時に強いんですよ、はい、つもぎりじゃなくてから切りしていきましたね、うん、さあそして来たぞ藤島が。いやー、これ前田さんのリーチせずの選択見事ですね。そうですね、ウーピンとペイのシャンポン待ちで藤島リーチとなります。白鳥さんきつい。さあどうなる。でも安牌が乏しい、うん、お一発で押しましたね。スーピン結構怖い牌ですけど、はい、てかこれスーピンウーピンから来たことで宝珠回避してるんですけど、そうですね、キレッキレだ。かなり選択バッチリ決まってます。いや、ちょっとすごすぎますねこれ。どっちかというとサブローピンが上がりやすくするために5から切ってるんですけど、はい、うわー、闇になって勝負だ。赤馬持ってきてサブローマ待ちでリーチ。いや、見事な闇点からの変化、両面なら勝負になると。はい、面白い局になりましたよ。そうですね、どうなるか。どうなっちゃうの。ペイウーピン、ペイ1枚で吸収、ペイ1枚しかないですからね。ウーピンないですもんね。はい、あ、ペイここにあるわ。あ、でも3万もここに吸収されて、あ、ローマン。さあ前田の上がりとなりました。リーチ赤裏5200は5800の上がりとなりました。いや、ちょっとこれは前田さんの選択キレキレでしたね。そうですね、あと結果にはつながらなかったけど、白鳥の選択も、白鳥さんの選択もね、見事すぎましたよね。はい、5544から5から切ったサブローピンは、はい、赤ウーピン持ってる人とかはすごく通りそうに見えるんですよね、サブローピンって。そうなんですね。普通は赤の受け入れ重視してダブルメンツは4から切るっていうのがセオリーですから、それを逆にするってことはサブローピンを相当通りそうに見せるっていう、そういう技を使ってきたんですね。さあそして白鳥の親番となっております。ドラはウーピン、海の形がなかなかいいですね。ですね。ハツが統一、ドラメンツもありました。いいとこ引きましたよ。白鳥は想像がやや多いか、うん、前田はハクが統一。前田さんの直撃大きかったですね。いや、もう藤島がどんどん点数加算していくんじゃないかと思ったんですが、うん、なんかこれだと親番で4000オールとか上がるとトップまでちょっと見えてくるとこまで来てますよね。はい、さあ前田は赤ドラなんですね。うん、ターツ的には戦えるからハクをポンするのもありぐらいですよね。はい、おお、チービン切って浮かせ打ちだ。これ2枚並べることはないと思います。くっつきを期待するっていうことですか。そういうことですね。ドラそばだし面単品の種なので、ただ瞬間ペンチーワンの受け入れも欲しいからっていうことで浮かせ打ちっていう状況になりました。はい、こちらのルミの手牌です。うん、これもつもぎるんじゃないですかね。 E1 パー1か E1 かどっちかですね。手の内から E1 切ってきました、うん、ちょっと目離した隙にドラドラになってるじゃないですか、ここは。本当だ、端っこにいたので気づきませんでしたが、うん、ドラドラ赤ですね。もうより泣きやすくなりましたね。はい、さあこの白前田のポンが入ります。あともう一つ両面が欲しいですけど。そうですね、うん、ウーソーにくっつけるとか4万とかローワン入るとか。さあそして白鳥は赤ウーマンをチー、いいとこ泣けましたね。いいシャンテンとなっております。この3品はあまり嬉しくない、うん、つもぎりとなります。さあ白鳥の仕掛けを受けて
三者どう立ち回っていくか。やっぱり親番赤から泣かれると、まあ、最低でも5800あるかなって思っちゃいますよね。はい、ということでちょっと行きづらいんだけど、前田さんは満貫の手が入ってるからある程度は頑張るでしょう。さあ、うん、1通のイーシャンテン、さあここで先ほど残してたチーピンを切って、うん、一気通貫を強く見て、おお、テンパイ、さあしあとでテンパイ、町は貫ローピン、ただここにローピンが2枚、残り1枚ですね。はい、ルミさんが持ってきたら切るしかないよな。藤島初をポンして、こちらもイーシャンテン選択。さあ貫数ピンにも切られますが、ここは貫ローピンを固定、貫ローピンに決めましたね。さあ両面がこれで増えて、これ貫ちゃんですね、あの貫数1で。あ、そうですね、はい、まあ、嬉しいは嬉しいけどあまり嬉しくない。あ、来た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 。さあルミが貫両面待ち一気通貫のテンパイ、ちょっと両面の枚数見てみてくださいよ。え、もしかしてこれ数えてみてください。これ4枚山です。全山この順目で貫ちゃんが、信じられない。フォーマウンテン、藤島もテンパイ換算する。うわ、見かと思った。マンズ、マンズはこれよ、来た、ここにリャンマンが来て、まあ でもここは勝負でウーワンの方になるんで大丈夫です。はい、ただやっぱ山さんが強すぎますね。そうですね、オリオンメン、うわ、先ほどローソン来たところ、さあ貫ローピン対貫リャンマン対、ここはイーシャンテン、ちょっと前田さんがりきついかな。ドラのウピンもないですからね。そうですね、でもローピンがサブローソンに変わった。これ白鳥さんの上がり牌ですね。さあどうするか。いや、これリーチにも、リーチにも本命に見えるんですよね。そうなった場合はパーピン打ちありますね。さあ、まっすぐ行った、まっすぐ行きました。これは白鳥の上がりとなります。タンヤオ赤ドラ、これは5800の上がりとなります。これはあの白鳥さんに対して中筋だからっていうのが大きいんですよ。あの親に打つのは嫌なんですよ。藤島さんも小型に打つ分にはまだ曲も進むし、はい、まあ、そんなに自分も両面だし悪くないかな、で白鳥さんに通りそうだから打ったっていうのが理由でしたね。そういった理由があったんですね。だから、うわ、そっちかよっていう感じだったと思います。補充した時中筋かってなりますよね。さあ白鳥の親番が連チャンしております。ドラはローマン、さあ親番白鳥の手配がこちら、トイツが3つ今4つになったところ。もういいですよ、前田さんの手が、はい、前田は満字で一面つ、掃除でも一面つ、形がいい。海は急所が多いように見えます。あ、そんなことないか。一応ドライチありますからね。はい、テンパイさえできれば勝負になる。おお、来た来た来た。三金がアンコになった白鳥。総図で両面が増えました。やはりこの曲は前田さんですかね。アドバンテージ取りそうなの。ああでもここで、あでもトーンが間に合ってない。あ、2枚切れたところですね。はい。あ、これでメンツになりました。はい。シーソーとか持ってきたら一気通過のチャンスでもありますね。そうですね。なんだかつも効いてますね、はい、皆さん全員ちょっと毎回有効牌を引いてくる。このリアンズはあまり価値がないですか。あ、でもタンヤオか、失礼しました。切ってきました。ちゃんとにしてスッチーソーで使いましたね。全然有効牌でした。これでイーシャンテン、はい、7、8、9、6、7、8なんかのドラが縦に重なれば7、8、9ドラドラとか使えますね。そうですね、6、7、8よりはなんかどっちかというとドラ縦に引きたい。すごい勢いでテンパったけど、今チュンとスーピンがアンコインになって、うわ、本当にドラ持ってきたよ。待ちでこれで9層か9ワンだ。3色ドラドラですからね。はい、さすがに3色に取ると思いますけど、カンパスオとペンチワンどっちいいか。おお、3色に取らなかった。やっぱこれ悪すぎるって判断なんですね。ペンチワンとカンパスオがすごい選択だな。
さあどうなるかその選択。あー、詰まった。藤島が積もりました。積もチュン天パにしますね。はい、700-1300の上がりを決めたのは藤島。700-1300は800-1400の上がり、リーチしてれば一発もだったけど、はい、あの白鳥さんの数走が早かったんですよ、2巡目で、はい、だから親に速度感を感じたから、親に来た時の瞬間の出上がり率重視。親に速度感がなければ多分リーチしてさらにリードを広げようとしたと思うんですよね。はい、方針に回ったっていうのも嫌だったと思います。2回連続確かに嫌な雰囲気になってましたもんね。うん、ただまあ嫌な雰囲気だけじゃなくて親の捨て替えに合わせたっていう理由込みでしたね。冷静な判断が入りました。はい、さあ前田の親番となっております。ドラはウーマン、なんかちょっとどうしますこの手配、染めか国士かみたいな感じですか。ですね、さあそしてルミは数万を地位、うん、数万はもろ急所ですからね。そうですね、ドラ表示杯で一番仕掛けやすいところって感じですよね。はい、ただ残った形がタンヤオにはちょっとしづらいか、しづらいけど、はい、あの親番の前田さんは嫌ですよこれやられると。確かに、もうだってなかなかここから急所になりうる想像切りたくないですからね。いやでも思い切った仕掛けだな、アルミさん、かなり勇気いりますよね。そうですね、上がりたいからこそこの手配だとちょっときつい。お、白鳥がぐんぐん伸びてきている。うん、さあ前田は E ピンを切って国士は見切った。おー、染めだ。タンヤオと薬杯バックと染めと3点便だったんですね。うん、海は関数マンを地位してこちらの手配です。もう9番入った瞬間ほぼ染めになりましたからね。はい、白鳥さんもいいシャンテン、ここはいいピンはつもぎり。さあ前田も自配がちょっとずつ集まってきてますが、きついですよね。うん、まあ、ルミさんが染め手だと対応はしやすくなりましたけどね。マンズ以外はちょっと切りやすいですか。うん、ただまだ断定できないんじゃないですかね。一応タンヤオの可能性とか薬杯バックの可能性とか ありますね、うん、もうちょっと染めてだよっていう情報が出てくれたら対応しやすくなるけど、現状は疑いの心、はい、あーにさし三層は馬強よしですね。はい、打点見て3色を追うかローピンパーピンと払うか、三蔵がきついと思えば違うんですけど、うん、ここはローピン切っていきます。そうですね、ここは打点見たいですよね。3000、6000クラスになるし、さあどうするか。自身で2層切ってるんですよね。ああ、なるほど、だからちょっと考えたんだ。はい、そうですね、しかも三蔵が2枚見えたんで次の三蔵は強制地位になっちゃいますね。あ、これは使える、大丈夫、広くなりました。嘘受けもできた。パーピン切りそうですね。はい、パーピンを切っていいシャンテン。うん、お、名門チートいいシャンテンだ。とんでもない手に化けましたよ。はい、あ、山頂3枚目、これ白鳥さんはだいぶきつくなった。そうですね、山頂が山からなくなって、あ、ちょっと待って、無理、白鳥さん相当宝珠だこれ。山頂3枚見えでしょ。いやー、これは無理だな。三蔵入らないからね。そうですね、だから藤島がテンパイ入っております。町は両層、両層がたくさん場に出てるということで盾も3900地中分ということで闇手になりました。ドラも盾に受け入れられますからね。ただこれによって白鳥さんが、いや、両層切りリーチだからこれもう三蔵ないんで、さあ両層切れば69層、うん、運送の町でリーチなんですが、これが通らず藤島の上がり、タンヤをピンフドライチ、3900の上がりとなります。好きない闇点でしたね。いや、辛い。そしてさあ、そして難波へと突入しました親番ルミ。
今笑顔が見えましたね。なんで宝珠社の白鳥さんなのにさあドラは3品、その3品を持ってきました。ルミ、うん、さあソースがやや多いのは藤島、白鳥はリャンマンがあんこ、うん、前田はハツがといつリャンメンが2つ。はい、今のところ藤島がポイントを稼いでいるような格好になっております。ちょっと危うかったけど一気にリカバリーしましたからね、はい、闇天闇天で。あとは難入もしたし、もう点数はこれ以上なくても十分だから極小かメインになるとは思いますね、うん、打点とかっていうよりはさっと流せそうな手配なら流していくことをメインに、はい、そうですね。だから場合によっては両面待ちでも闇天で来る手はありますよね、うん。あ、目いっぱいか。重い。重いですね。ペンチピンの木ができました。ここは急速切っていく。いいシャンテンだけど、タンヤオにしたい。はい、イーソーの統一を切っていくんでしょうか、うん、藤島。局面だけ見るとあまり愚形リーチが効果的ではない局面だから。はい、なるべく役をつけたいんですよね。こちらの藤島の手配ですね、うん、だからイーソー三蔵と払いたい気持ちはある。さあドラの3品を持ってきたのは白鳥。 おいいね。ペンチーピンは嬉しいぞ。おー、パワーワンだ。ウーピンじゃないんですね。今のウーピンじゃない理由ってあるんですか。ピン蔵を伸ばしていきたいんですよね、うん、スーピンとかが入ったりしたら4連携でまたマンズのカンチャン払うっていう手順ですよ。スーピン入ったらローワンスーワンじゃないとパワーワン切る意味がないんで。そうですね、うん、だからもしかしたらイーピンとかでもローワンスーワンにするかもしれない。ああ、これでタンヤオのタツが、うん、3層から切っていく。ピンズは入れても、あ、これはいまいち、どうするか。いや、いまいちだけど形的にはちゃんと候補ではあるんで、うん、ここでウーピンを切っていきました。うん、ただドラ3品ですからね。うん、結局両ピンもすぐ、はい、切ることになるんじゃないかな。ドラを切るということはちょっとしたくないですもんね。できればできればこちらですねということですね。はい、早めに両ピン切っていきました。海さんはカンチーワンでも親ということでリーチに行きそうですね。はい、2枚目のハツが出て前田ポンしていきました。前田いいシャンテン。さあ藤島、うん、さあ白鳥先ほど、はい、パワーピン切ってるんですがチーピンは残すんですね。もう急走の受け入れは不要とまでいかないけど、はい、もう赤ウソを切りたくないっていうのが前提としてありますよね。あ、自分の手配よりも赤ウソを切って泣きですとか宝珠に回るのが嫌っていうことですか。もあるし、単純に自分の打点効率、はい、うん、今もう負けてますもんね。2300点しかないんですよ、はい、かなり点数減らしています、はい、結構絶望的なんで。もちろん泣かれたら嫌だもあるけど、うわ、いいとこ入った。さあ前田がテンパン入れました。イースーピン待ち。いや、しかもイーピンスルーしてますからね。これすごいですね。すごい。いや、これはもう釣れないわけがない。イースーピン、いやー、白鳥さん危ない。全順切ってますよ。ただ切らない。いや、全然危ない。スーピン持ってきたらもうほぼ 99% ぐらい宝珠ですねこれ。だって泣いてないんだもん、イーピン。確かに。ドラマタギにもかかわらず、まあ、前田さん的にはもう関羽湾残りは勝負にならないから、チーして関羽湾に取らなかったんだけど、あー、さすがでは、いい、すごい関連ピン入れて宝珠しない道がありますね。いや、でも南も一枚切れだけど、はい、トンもションパイで、トンは怖いですよね、ションパイだから。切っていく気があるんでしょうか。あるとは思います。ある、あのラス目だしあるんだけど、ちょっとやだな。あ、このドラでどうなるか。いやいや、もうイーピン危ないから、常にイーピン危ない。ただもうやめですね、うん、9万切ってきました。通ったばかりの。いや、でも、うん、さあルミはローソーをチーして
やっぱり今起きてカンチーマンでタンヤオテンパイ、はい、いやこれ白鳥さん危ないです。危ないですか？イーピンがナンバ切れる。うん、あのルミさんも現れたんで、あただこれチーマン絶対どっちか切んなきゃいけないんだったら7の方がねちょっと1が通ってる時は4を通すっていうのがセオリーなんだけど、うん、一応最終手出し1だから135から1切ったタンヤオのテンパイとかあるんですよ。だからこういうことになるっていう。こうなるんですね、はい、さあルミナが1となります。タンヤオ赤トラ3000親番ですね、はい、5800の上がりとなります。うん、これあの最終手出しが1万じゃなくてもっと早く切られてる E1 だったら、はい、もしかしたら数万切れたかもしれない。ただあの瞬間チー出しの E1 だから135の方を警戒したという理由でしたね。数万の方が危ないという判断ですね、はい、E1 引っ張った理由を考えた結果でしたね、はい、サールミの親番連チャンとなっております。ドラは3万ドラメンツありますね。うん、悪くないですよ、はい。前田さんとルミさんが並んだ。並びましたね、うん、藤島さんにとっては嬉しい横色だったかもしれないですね、うん、2着争いになりますねこれで、うん、この親が流れれば初がマンズが伸びていくのはルミ初形から泣くはありますけど泣かず。泣かずでしたね。じゃあ面前のまだ3色とかで高打点の道を残してますね、はい、前田のここですね、はい、初を泣かず。ものすごくツモがけばちゃんと3色ありますからね。たまにありますよね。たまに本当にたまにだけど、うん、イーマンがあんこになった。白鳥はこれでイーシャンテン。イーシャンテンです。さあ一番乗りは誰になるのか。いや今すごくいいスーピン引けましたね、はい、これ引けるとドラドラだけじゃなくて3色の可能性も出るから、はい、さあただ白鳥がテンパイ入りました。いい街になりましたよ。おっと白鳥の街イースーソーリャンソーですね。いやでもこれしごろになった。いや無限ルミさん無限です。無限ですね、はい、これは無限推しですか。はい、エターナルですね。エターナル推し見れるか。いや見れます。もうあまりにも高い。あこのイーソーはですがもう手配が悪すぎて、はい、いや来た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 。これドラギリリーチまでありますからね将来。なんならシャンポン受けがあるから、はい、うわ白鳥さん想定以上にピンチですよ今、はい、1万8000クラスが来るよ。来るぞルミイーシャンテンとなっております。うわ横にどんどん流れる。だってルミさんに来たら宝珠なのに、はい、うわローソーが通ってローソーチーテンも取れるようになってる。ローソーチーテン取りますか。どうしますかね。ドラキルよりは闇剣だよだってちょっと待って。インパチインパチやばいやばいやばい、すげえやばい。いや本当にうわいや藤島さん本当に危ない。危ないですよこれ。いやインパチ一発で逆転でしょ。3万6000円ローソーはもう山にはない。いやローソー危ないから。ルミさん押してるとはいえ押してるとはいえやっぱ親だからリーチするって思うんですよ、はい、危ない危ない危ない。うわうわ、いや今形になってるからね。サブロースを山からなくなった。いや藤島さん大丈夫かな、はい、藤島が放銃するか、あとはイースーソーリャンソーがここに来るかどうか。いやもう押してる。もう間に合ってないと思えば打たないけど、はい、手詰まったら危ないですからね。リャンソーがない。イーソーもイーソーが1枚と1枚とスーソーが1枚。おここでおここで出ないからリーチしました。あーでもこれそう出ないから。いやもう藤島さんから出ないんじゃないですかね。さただリャンピンがさっき通ったとこなんですが、そっか怪しくて、はい、打てないんだ。つもぎりリーチだったんですが、ルミさんの思考としては、はい、明らか2人降りてるのにローソも三蔵も出てこないから山にいるんじゃないかっていう読みになりましたね。ただじゃあもう自分で積もってやるっていう。しかし白鳥さんがあんこ持ちというレアケースであり、さらに藤島さんがしっかりと
現物を打たなかったっていう慎重さ、うん、これが重なった結果上がれないリーチになってしまった。いやまだ上がれないとは限らないけど、さあただ詰まれば、あでもイーマンイーマンとあって、うん、いやでも本当あわや1万8000横移動の瞬間でしたからね。そうですよね、まだ分かん、後で見返したら危なって思いますよこれですね。一応ね Q1 プッシュでその後リャンマンチーピンプッシュで、うん、まあ、かなり情報は出てるんだけど、リャンマンのところまではまだねリャンマン通りそうだし、はい、出てもおかしくなかったんですよね。しかし白鳥さんこれ上がれないかね。いやおお、ま、上がれない。もう数層1枚ぐらいしかないじゃないですか、はい、これは竜脚濃厚か、数層がどこに行くか。いや確かまだ数層あるよ。助かり助かり。さあここは降りる牌あるか、パーマン、うん、はい、ということで手が開かれます。ルミと白鳥の竜脚で終局となりました。うん、いやこれも白鳥さんもうわーだし、藤島さんもちょっとヒヤッとする瞬間でしたね。しますねこれは。いや本当にあの親リーチがいつ来てもいいようにって言って、はい、先にローソー打つパターンもあったというか、うん、僕は結構そういう考えるタイプなので、はい、僕とかは報酬しちゃってるかもしれないです。逆にありえますよね。うん、危なくなる前に親に対応するために先に打っちゃえ、はい、でポイってしたら1万8000って言われてるとこでした ね、 うん、危なかったですね。さあルミが親番連チャンしております。第1局日本馬ドラは9万、さあラブナンが統一なのは藤島、うわ、春と白が統一白鳥、ドラドラですよ。おできればハヌマンぐらい。前田9万ドラ切っていきました。これ泣くありますね、はい、あの白鳥ポン、うん、形的にはカンパワーの受けあったんですけど、カンパワーはドラ表示牌だからこの受けがあんまり良くないと、うん、だったらポンして7万もポンできるような形にした方が柔軟っていう判断でしたね。しかもラスメだからみんな多少は甘く打ってくれるとかはあると思うんですよね。そうですね、自身も加点したいから、うん、絞るというよりは。さシャアまで取り詰めちゃった。いや完璧だ、ちょっとぼかすか、うん、やっぱりぼかした、もう達されてますからね。あとは藤島さんの下茶っていうのも利用してますね。藤島さんは逆に泣かせたいんで、とにかくこう親を流していきたいんですね。はい、藤島さんの思考ですね、はい、やばい。すごい、いやこれちょっとボケてるボケてるボケてる、赤ウソが切り出されましたよ。いやこれ捨て牌がうますぎますね、はい、前田は先ほど換算層入ったが、いやこれ本一に見えないな、やばいやばい、4万早すぎますもん。これ白かシャア泣けてもパーマン切ってトイトイに受けるんですか。両方、いや両方ある、両方あるポンしてるからこそ。どっち派ですかちなみに、本一チュンドラさんのハネマンか、本一トイトイ役ドラさんバイマン、はい、シャアが、あーむずいね、むずいですよね。いやどっちなんだろう、白鳥決めてるのかも、どっちにするんだ。これ今3万切ったんで僕は両面にしますね、うん、あそうなんですね、ローアも盲点になるかなと思って。そか、自身で9万ポンしてて6、9万にするかっていう。でトイトイ系だったらローワン30目に切れてるんで当たりづらい、うん、さあそしてルミがサブローピン待ちでリーチ、勝負いきましたね。リーチピンフ、サブローピンなんかね4枚ぐらい持ってる人いた。なぬこれはますます6球番にするかな。あリーチが入ったことでですね、はい、現物ですからねローワン。うわ一発もリーチ一発ツモピンフ2600は2800オール、徐々に来ましたよ、来ました。さあ白鳥さんから黒棒が出てしまいました。さあこれは苦しいぞ白鳥、あの手配が、うん、いやしかも
リーチの積極性がすごいですね。そうですね、確かに。かなりドラの9万ポンサイって怖い局面ではあったんですが、親番連チャンとなります。はい、なん1局3本場ドラはパーマン。やっぱ親番ということで打点の価値をも組みましたね、はい、それがしっかりハマりました。ウォットヤクヤクとトンも何も統一で、うわ本一見たよ。おお、これは藤島結構背中が寒くなってきたんじゃないですか。いや寒いでしょうね、はい、4戦オールでほぼ並びですからね。おお、めちゃくちゃ積極的じゃないですか。ですね。さあ白鳥はこの手牌悪すぎる。前田は先ほどドラのパーマにチーマンくっついたところ、うん、いやこれもう、はい、関数ピン入ったルミのこの捨て牌怖すぎませんか。そうですね、だからヤンマン、イーマン、イーマン、まあ、このケースは大体本一ですよね。あのチート一ほぼ否定されたんで。そうですね、イーマンの統一が見えたところで、はい、で同じくトイトイも否定されるとなると大体本一のパターンが多いのかなと。もちろんこの後の照らしによりますけどね、手配が良すぎていきなり面単品ドラ1とか狙い始めたとかは絶対ないとは言い切れないんで。さあこれでまずは老僧から藤島は白が統一。嬉しいですね、かわしたいところだから。もう一個ちゃんとが欲しい。ドラメンツ完成したのは前田。トンとなん山なんですよね。これが浅いか深いかでだいぶ変わってきますね。順目が結構立ってきたから本一諦めて三蔵ちゃんとのままで進行する気はします。なかなか進まなかったですもんね。ピンズが伸びなかったのはこちら親番ルミの手牌。不服だけどもう連チャンも必要だからなんかシャーとか切ってお茶濁していくんじゃないかな。そうなりそうでしょうか。白鳥も少しずつ手が進んできております。はい、さあ赤ウソ先ほどウソローソと切ってるんですが手の内に残します。そうですね、一応打点の種面前で仕上がれば関数層待ちとかになったら盲点ですからね。ああそうですね、この川で関数層はないだろうって思いますもんね。確かに関数層は盲点すぎる。はい、この白で藤島ポン、頭のない形でイーシャンテンです。とにかく極小化の価値があるんで積極的に行きましたね。さあこれ貫禄層の受けまで来た。貫禄層数層山に2枚かルミさんが欲しい。そんなにあるんですね。2枚ありますね。これはドラ表示牌、表示牌、まあ、ここは勝負いくでしょう。はい、チーマンをチーしてファーソーを切ってチーソー短期のテンパニーのは藤島です。チーソーないっとここにあんこですね。ないけどロースを引いたらちょっと危なかったですね、瞬間。てかトントなんどこ行ったの。いないですね。しかもパーソー短期なら上がってた。一発でしたね、ルミから打ち出されましたよ。マジでトントなんどこ行っちゃった。いやこれ関数層リーチしそうだもんな。引くよ、ね、引くよ、引いた行ってこーい、行ってこい。いやこれは読みづらい。さあどうする。でもこれでサブローピンに受け替えできます。いやリーチと来た以上は勝算あるんじゃないかって考えるから、はい、いやチーソー押すんでしょうけど、はい、ちょっと嫌ですよね。チーソー押してサブローピン待ち。ただこれ意外と一層がまだ否定されてないな。うん、照らしがローソー三条照らしなんですよルミさん。あーそっか、確かで三蔵が最後の方なんで、はい、普通に読み筋にも入っちゃいますね。一数層で逆にイーソー通るともう誰も数層止まんないかもしれない、
理想が通ることはあんまりないか。持たれてますもんね。さあどうなる。まあでも2山だから。ちなみにサブローピンは1枚しか山にありません。関数層の方が強い。はい、いやこれ本当に関数層危ないよ。藤島さんとかサブローピンの方が切りづらいですからね。そうですね。うん、どうだ。うわ、うわ強烈リーズモトン赤4000は4300オール。わあすごい。なんて上がりを見せてくれるんでしょう。これ1万7000点差ぐらい縮めてもうほぼ並びですね2人。はい、さあまたしてもルミの親番レンちゃんです。さあドラバウーピン。さあルミの気配見てみましょう。何がアンコなんだこれは。いやダブリーチャンスでしたよね。ですね。ちゃんとがない形。うわしかも第一は三蔵ってトンタンキリーチまで狙ってますよね。はい、さあそして藤島はもうまくられております。うん、ああ天敗。さあどうします。闇天か。まずは闇天。さあここにねトンありますよ。いやもういきなり報酬あるもん。ありますよね。川が序盤とはいえ派手だからリーチへ上がった感じですかね。一応リーチすると4800からっていうリーチなんですけど、はい、川が良くないと。あこれドラ受けできたからリーチだよ。来たぞリーチ。3ピン切ってトン切ってリャンウピン待ち。ウーピンだけが2山。リャンピンはなかったと思いますね。はい、あ本当ですね。ウーピンのみ。まあそれでもいやーこれ相当みんな行きづらいな。だってチュンチャンパイチュンチャンパイでトン切りリーチだから、うん、やっぱ短期もあるかもって思っちゃいますからね。なんかこういう時ってチートイツなあると思いますよ。イメージ強いですよね。うん、チートイツは全然出てきてもおかしくない。メンツでも否定できない。だから結局切れるものがないからみんな苦しいんですけど、はい、本当に何もなければ白鳥さんみたいにチュンとか統一落としするしかないですよね。うん、そうですね。うん、あとは人読みとかも入れるとますます打てないかな。あのルミさんはそのメンツを早めに両面固定したりとかって、はい、うん、先切りを結構するタイプの、うん、先切りをするタイプのプレイヤーっていうのはみんな分かってるから、はい、だから例えば三蔵またぎ三品またぎは全然安全じゃないよって思ってると思うんですよね。もう何も怖くて切れないですね。だから結局こうなった時に全然自敗とか統一と落とししてもおかしくない。さあただリャンソーの統一ですね。あ三蔵三枚見えですね。さすがにこれぐらい許して読んだリャンソーでしたもうしょうがないでしょうと。おドラドラだ。ウーピンがでもなくなってますね。リャンウーピン山からはなくなりました。もう売り切れですか。はい、でもいけないですからねみんな。これはルミの親番レンちゃん濃厚か。迎える人は現れるのか。うん、前田さんもちょっときついか。4統一。いい感じで偶然通ればですよね。そうですね、タイミングよくいらない牌が切られたりしたら、いやてか2ピン危なくないか。あ、前田ですね。はい、確かにチートイツなんかがテンパイできちゃったら、うん、チーピンとか入ってもちょっと2ピン勝負しようかなって気持ちになるかもしれないし。確かに。あ、2ピン出た。お、藤島から2ピンが打たれて、はい、リーチなん。やっぱ全てをケアすると難しいってことですよね。展望のジュジュがリーチなんで3900は5100じゃないですかね。はい、ありがとうございます。5100ですね。今藤島さんも多分一瞬目を切っちゃったんですけど、はい、いい三点になってた気がしましたね。で、降りるのは簡単だけどライバルだったから、はい、ここ
こで4000オール引かれたらもう届かなくなっちゃう可能性高いから、ある程度は頑張りたい、まあ、早すぎて分かんないんで、うん、ですね、しかもリャンピンだったとしたらリャンピン安めですしね。そうですね。さあルミの親番レインちゃん、なんと5本馬です。ドラは先ほどと同じくウーピン、うん、さあルミ赤嘘持ってきてまたいいぞこれ。いやさあただ藤島もいいぞ、初とダブナも統一、初から泣いていきましたですね。本位続けなくてもダブナなければ万願。でも前田さんもいいんですよねこれ。いいですね。マンズの本位までは見ないか、どうですかね。第1打は狙ってると思うんですけどね、山頂から切ってるから春重なりからのからのですね、はい、ドラウヒにも一応なりますもんね。うん、一旦数ピン切ってその後4万とか引いたらそのまま一気に狙えるっていうのはありますけど、あーっと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 、ドラドラ赤、これで羽マンもある、うん、ダブナン頼らなくても満願の手になりましたね。はい、ルミさんもね来ますよね。来ますね。9ピンも自分から3枚見えてるからカンパーピンでリーチしちゃうかもしれないな。こちらの手ですね、はい、あこれ来たぞ、うん、カンパーピン待ちでリーチ、ちょっとピンズの目が良くなってる。はい、てかパーピンは三山じゃないですか。わおわお、たまらんね。たまらんですねこれは。いや前田さんもいいシャンテン、どうなる、一発はなかったさすがに、うん、いや藤島さんもここ勝負どころですよね、はい、ダブナンなければハネマン、ダブナン初ドラさん、はい、これは結構いくんじゃないかな。あーここ2パーピンが、これは厳しい。いやこれまたドラじゃない方って言ってパーピン打ち出すパターンありますよ。ただ自身の手配価値が少ないんですよね今回、ドラもないですもんね、はい、ということで2万受けになりました。どうする、イーソー無視か。イーソー無視です。これはかなり勇気のいる推しだ、うん、白鳥さんもローピン通ったことで復活、おこれは救世主なるか。スーピンは泣けないよねドラ打ちちゃうから、泣けない泣けない。あーただここパーピン持ってきちゃったらまた休めってなっちゃうか、なるかも。ありますよ。いやでも E ピン3ピンがちょっと通しやすい、打ち出されてルミの上がりだ、裏はない、リーチ赤3900の5本場なので54ですね、5400。いやこの直撃はさすがに激痛ですね、うん、1万点以上差がつきますからね。さあ無限ルミさん、エターナルルミさん来ました、エターナってきましたねさあ6本場となっております。ルミの親番ドラワフェー、これはもしかすると最終局までいけないかもしれないですね、はい、ありえますね。今回からシーズン9から時間打ち切り70分打ち切りとなっております。70分プラス1局、はい、はい、ありがとうございます。残り時間が今13分30秒なので結構ギリギリいけるかいけないかぐらいですね。はい、白鳥前田はなんとか自分の家に持っていきたいぞ。確かに。さあ藤島はこちらの手配、うん、まだでも藤島さんは親番残ってますからね。そうですね、この親流して6000オール一発、うん、さあどうなる。飛び抜けていい人はいないけど、はい、おおペンちゃん払った、払っていきましたね。受けを払ってルミがどんどん進んでくるかどうか、うん、藤島さん泣いたかな、泣きますよね、はい、白をポンしてこの形、もう一回ルミさんに上がられるといよいよトップも狙えなくなっちゃうんで、うん、そうですね、うん、さあ白鳥はペイを切ってきました、ドラのペイ。いやでももう藤島さんの心の折れなさもすごいですね。すごい、何度放銃しても何回も親かわしに行って
結構こんだけ報酬続くと慣れちゃいそうなものですけどね。わかります。なんかもう何もしない方がいいんじゃないかみたいな、うん、でもそうじゃないんですよ。しっかり攻めるときは攻めて、はい、うん、だってここで縮こまったらもうルミさんの思うツボですからね。そうですね、楽にさせちゃいますもんね。はい、何も誰もアクションかけなければかけないほど槍位置は誘発されるものですから。うん、前田さんも手がいい。少しずつ手が進んできております。ちょっと白鳥さん厳しいですね。うーん、なかなかこう白鳥は手配が追いつかないというか。うん、さあチューンが統一になって、ここはリアンスを切ってきました。チューンがもうなかったですね。2枚切れなんで、はい、なのでリアンズを固定しやすいと。うーん、両面固定してチューンを頭で最終形作っていこうと。うん、これでチュンチュンと安全に打って天敗に迎えると。はい、さあ、さあ白鳥ここで少し時間を使って考えます。うーん、危険だと思えばね、あのパーワン将来危険になると思えば今打つ手もあったんだけど、はい、実際ここは欲しいところですもんね。うん、打点が欲しいですからね。さあちゃんとが欲しいけど、急走がすでに全見えなのであんまり価値のない老僧6級層伸びたんですね、これは。うん、そうですね。さあ地位をすると単野は3色、はい、老金を白鳥地位して、いやいいシャンテン、うん、4万が入ったりパーソンが入れば単野は3色。さあそして地位マンをポンしたのは前田です。これでいいシャンテン。あ、いてててい、てさあ一番乗りは誰になるか。うん、おー、ようやくちゃんとができた。はい、いいシャンテン。水島さんはまだリャンシャンテンですからね。さあどうする。パワーも山にありそうということで、3万の方を切っていきます。チーテンだ。はい、間はこれをチーしてウッパー層待ちで天敗。ローワンが通ったから3万打ちやすかったですね。そうですね、うん、お、いやこれパワーワンポン天入る牌なんだよな。先にトンから切っていきました。はい、で7万がポンされてるからこちらもいいシャンテン。まあ結構パワーワン出るパターンになりそうですけどね。白鳥さんポン天取れるかもしれないですよ。3万3万と切っていったのを見せる、うん、ここはウッパー層で天敗が入ってます。山頂が単純に危ないとかですかね、ちょっとだけ。うん、3ピンはルミ地位しないんですね。あ、確かにそうですね。はい、パーマン1枚切れとはいえ当たってもおかしくないって判断か。はい、あ、さっき3層切っていればってなってるんですか。なってるでしょう。いやこれはさすがになってるでしょう。さあただここはでも受けながらですからね。そうですね、白鳥さん打点があればね。あ、テンパだ。自分で自力でさパーマンを切ってスッチマン待ちでテンパイです。でもチーマンないですからね。ポンされて川に1枚切られてるんで。そうですね、4万数万も4万もね風呂に2枚含まれてますから。あ、じゃあスッチマンは山には風呂と、うん、ないが、これで数万切ればだから3ピンが2人に通ってる。イーシャンテン、広いイーシャンテンになってる。さあこの様はもういらない。うん、ウッパー層対決。あ、ウーマンは、あでもこれはいやー似たり寄ったりだ。これ最後に短期の変化考えると、はい、シャンポンにしたくない。できればできればできれば、うん、ということですね。はい、スッチマン待ち続行です。4万も通ると思ってる。あー2人の当たり、はい、これは、うん、おー、しっかり止めてきました。
その番が少ないですからね。はい。さあ、ウッパソー対ウッパソー対ウッパソー。これは嬉しい上がりです。タンヤオ赤。500銭は6本番。1100、1600。はい。はい。この線の方もあったんですね。ですね。さあ、残り7分。ようやく南2局へと移りました。ドラは数層藤島の親番です。さあようやく前田も上がりを決めて局が進みました。初が統一で赤が1枚、統一が目立ちますね。さあルミは形がいいんじゃないか。藤島はソーズで一メンツ、白鳥は自敗が多い、ピンズで一面積。いやでもリャンマン入ったの大きいですよ。1,2,3 とかの3色も見ながら、ちゃんと3色ですよね。はい、あの3色だけで良ければ数ピン取っとくんで。そうですね、数ピン来たってことはもうちゃんと一番高い手を目指して手を組んでいくんでしょうか。はい、若干7万がロスになってるけど、あー痛い、ちょっとこれ今数層引いた瞬間嫌ですよね。はい、狙いすぎちゃったかなって思っちゃう。いやちょっと数ピン返してほしいってなります。これはルミさんはあとは局消化だけ。はい、まあでも1万は藤島さんのまず親を流すことですね。6000オール一発でまくられるんで、自分がやったことを藤島にやられたらちょっときついですもんね。そうですね、からこのお野菜泣かせば大体自分トップかなって思う瞬間ですね。はい、何としてでもじゃあこの藤島の親を流したいのはルミ。そうですね、だから藤島さんが仕掛けたら全力で絞るし、他の人が泣き始めたら多少甘く打ってもいいし。うん、お3色見えてきた。お白鳥さん、なんやかんや3メンツできてるんですね。さらっとなんだかんだ想像でもう1メンツもできて、さあどうしますか。まっすぐ行くならシャーとかもあったけど、とりあえずパワー1か。パワー1もあんまり使えなさそうでしたね。はい、うわ来た。おうわこれあるよ、スーピン9番。3色できちゃってる。スーピンめっちゃおるや。3枚3枚、スーピン3枚おるから、あと9万がバニ2枚。はい、9万がローマンがもう山にほとんど。うわ来たきたー、缶スーピンで転売。でも安い、リーチしないと。これリーチしないんですか。いや両方ありますよね。結構リーチしたくなっちゃうんですけど、やっぱ両面変化して6000オール狙いたいんですよ。はい、リーズもピン風3色、はい、裏みたいな。ただ天パッターは現物完了品、なんか多分想定してない形になったけど打点でリーチですね。はい、そしてスーピンが現物になっている。危ないぞこれ持ってきたら。いや危ないよ、全然打たれてもおかしくない。あの藤島さんは降りないんですよ、はい、基本これ、うんうん、あだから押してても不自然じゃないんですね。不自然じゃないんですよね、局面的に押しなんですよ。もうこの曲逃したらルミさんにトップ取られちゃうから、多少は無理して押してても違和感は少ないんですよね。そっか、だからうわウーピンをルミが切ってそれをポンしてイーシャンテン、イーシャンテン。どうするかな、なんかこれ見るとリーチとかもあんのかな。ウーピンポンですからね、はい、うわ完璧すごい、スーピン待ちで。でもないです、1ピンないんだ。でもこれはもう、いやこれだってタンヤオの仕掛けの人にも通るように見えますからね。はい、これドラの数層ですよ。さすがにトップ目ですからこれはいかないでしょう。そもそもテンパってないですからね。うん、チーピンを切ってあー詰まったに残るピンフーツも3色、2600オールの上がりを決めました。いやー大きいですねこの26ホール、はい、これまたトップ争いが混沌としてきましたよ。しますね、まあ、さあ藤島、うん、リーチ打ってればとかあるかもしれないけど、とにかくいいスーピン狙いもすぎましたからね。はい、さあ親番連チャンです。
何2曲本場ドラはパーピン来た初統一で来た来た来た上手で一目につ赤馬1枚さチュンが統一になった白鳥はどうするか残り2分なので、はい、大体あと2曲はいこの曲と次の1曲で15回戦終了となりそうです、うん、サリア面が増えてってことは多分藤島さんも選手もね時計は見えてるんで、はい、それ計算するとここは絶対まくんなきゃいけないわけじゃないですからね、うん、1回初ドライチとかで刻む手はありますね次の最終局でかけると、うん、そうすることはあるこれ上がれなくて最後破裂も条件とかが最悪ですからね、はい、さあペイチャのルミペイをポンしていきますうわ来た2本になっちゃったさあこれでもうドラ受けはいいとローピンを切ってきましたローピンはルミさんに対してですねあ今のうちにっていうことですか、はい、仕掛けが入っちゃったからそうですね実際にサブローピンは危険筋だったんでピットはフィントはバッチリですね本当はねドラ受けとかあっても打点アップの種だから嬉しいですけどね量刑変化しやすいしそうですねもう今それよりもルミさんに上がられることが痛すぎるとローマンあ来た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 カンローマンでリーチですリーチ初ドライチ、うん、オンオフがいいですよね、はい、さっきの関数ピンは闇点だけどここは4線オール引きに行くと、はいしかもライバルのルミさんから仕掛け入ってるからプレッシャーにもなるし、うん、もう好きには動けないですもんねうんだからもう局面がさっきの曲と全然違うってことですよねあとはここ引けば時間打ち切り曲で脳天でも大丈夫ですねお今1万点差ですもんねちょうど、はい、だから4000オールを引くと1万6400点差縮まるからおっとただちょローアン起こったローアン藤島の上がり牌をあと1枚になった吸収して管理アンマンで転敗これ押し切れれば負けないけど押し切れるのか押し切れるのかこれあと1枚あるからねでもはいさあリャンマンは山に2枚2対1一方でイーシャンテンイーシャンテンだ参戦もう勘はしてないですねペイオポンしてますさすがにねローワン勘ならわかるけどさすがに果敢はちょっとやりすぎですよこれ参戦ありますからね前田さんのありますねさすがにローピンチーはしなかったがいやいかにもサブロはあでもこれ3万の方がきついんじゃないかどうだ3万ウーピンのシャンポン待ちに変化しましたウーピンは1枚変わらず2枚か赤ウーピンと3万1枚ずつですかねそこ赤がまだあるんですねただルミさんなんかいかにもサブローは当たりであってくれみたいな雰囲気にはなってるいやそうですね、うん、ローワンは勘できる1対2いや来たリーチかうっぱそう結構切れてる4枚どうするただ5枚切れてる闇点あ闇点なんですねいやもう前田さんはチャックアップがほぼないんで あんまりリーチするメリットが低いんですよねここで親に宝珠なんかしちゃったらそれこそ白鳥と確かに確かにラス争いになっちゃいますもんね、うん、確かにそこは取ってるいやこれ1対2 対うわ行きづらいいや、どうする？いや、3段目入るとこですからねここら辺で屈することはあるけどこれ降りれないんじゃないかしかしということではい切ってきましたマンズがほぼ危ないんで降りれないからも込みで行きましたねさあここはウッパーソーどうだドラのパーピン怖え9ピン切ってお茶濁す手もあるか9ピンは通ってる牌ですね、はい、ドラが起こったりしたらもう一回考えるとか三蔵かなあとはあローソーチーソーもあるローピンこれは通る牌、はい、いやまだ決着つかない
これね、親の連チャンなのか親流れなのかも全然変わる。ああ1枚やった。1対1、うわスラスハイ積もった。さあルビが上がりました。うん、ペーでこうやってはいテンパネです。400、700のボンバー、500、800の上がりを消えました。いやこれで羽根つも条件突きつけたんじゃないかな。羽根つもで足りるかな。とにかく今の上がりは大きすぎますね。はい、これが最終局です。はい、こちら最終局となっております。南3局、親番白鳥、ドラはイーピン。さあ逃げ切れるかルミ。藤島はこちら、うん、だいぶ逃げ切れそうですけどね。ペイチャでペイが統一、一応ギリ破滅もいける。うん、さあ白鳥は赤嘘が1枚、前田はダブナンガアンコ、うん、破滅もするにはチート位置ですね。本位置がついたチート位置なら文句なしですけど、はい、ここだけを狙っていきます。ここは狙いたいですね。だって羽満積もると、12点含めて5万2000点の収入なんで100万より高いんですよ。ここの羽満 はかなり大きな、はい、上がりになりますね。うん、価値が高すぎる。さすがに5万2000点って言われると無理して狙いたくなりますもんね。はい、さあルミはドラの E ピンも切っていったところ、前田さんはもう着順変動がないので高く上がる必要はない。きたきたきた、おお、マンズが続々と藤島の手に、うん、メンホンチートイのリャンシャンテンですね。はい、本当にありえる、あり得る、泣くことはないですからね。もう局面が全然入らない。入らない。おっと。リャンシャンテンですね。初のポンしていくんでしょう。どうだろうな。泣かないっていう選択肢もありますか。僕は泣いちゃうけど、一応そのどれぐらい藤島さんに対しての見物があるかにもよりますよね。満直はダメだから。うん、満直はダメなんで。破滅もなんて想像できないでしょって思うとっていうことでスルーしましたね。うん、泣きませんでした、うん、初藤島さんに足りなくなる恐れとかも優先してる。うっかりね、闇点とか入られても最悪ですからね。あ、そうですね、その闇点ケアも込みでの選択となりました。これが万願積も条件だと結構泣きそうでしたけどね。うん、両万から切っていきました。あのマンズがやばいからですね、明らかに。そっか、はい、とにかく藤島さんしか今はほぼ見なくていいんで、うん、さあ2枚目の初はテンパイだから泣くと、はい、数ピンを切ってイーマンスーマンシャンポン待ちでテンパイ。いやいや、これ藤島さんイーマンスーマン浮いてるからね、1枚ずつチートイツで。これはきつい、重ねないとダメ。でも山にどっちも1枚ずつある。あるんですね、イーマンスーマンだから、E1 数1引いて順からにさせることもできる。これでもワンチャンスになっちゃって、うん、でも順からメインはチートイツですからね。うん、次にもう一個統一が増えれば、あ、吸収ギャンズオかパーワンか、どちらを選択するのか。うん、打点見るならギャンズオですよね。はい、うん、打点を見ました。一応6000オールありますもんね。6000オールで逆転、そうですね、あの前田さんを、はい、さあチーマーポンしてチートイツは諦めました。本一トイトイの道にしたか。あー嬉しいの入った。高くなってるぞ白鳥も。前田は逃げ切れるか。6000オールなんてそうそうないでしょって思いたいですけどね。思いたい。
食い取った。どうします？食い取ったんですけど、いや数万切っちゃうこともあります。鎮逸ありますからね。まだ先にトンからですか？うん、一旦トンかな。でもアカウンが入ったら今度は積もって跳ねまんですから。そうですね、補充か、結構補充か。このパターン前田さんもあんまり無理はしないと思いますが、うん、うん、おこれで、あでもおいや、おいや助かったんだけど、藤島さんが跳ね間になるルートがほとんどないんですよね。もう、あそうですね、だからもうなんか折り合いつけたって感じになりそう。いやでも4万はかなり勝負しましたよね。万願直撃ってアウトですからね。相当怖いですよね。うん、染め手だったらかなり怖いところですけど、跳ね間積もられる可能性もあるからってことかな。うん、さあ藤島テンパ入れられるか。いや白鳥さんもギリギリ、まだ6000オールの可能性ありますから。まだ残ってますよ準備も、はい、さあルミはサブローマン待ち、藤島はイーシャンテン、うん、いやー来ない。白鳥もイーシャンテン、前田もこれどうします？いやーしなそうだけどな、着順アップがないんですよね、うん、だからただおーいっと強気ってことはローワン打っちゃうよテンパったら。確かにシンドラによりますけど、シンドラはシンドラ両ピン乗った。あこれは宝珠だ。これはローマンを切ってルミエの宝珠となります、うん、初赤2000点の上がりです。さあということで15回戦終了となります。トップから2回ドールミ、2着に藤島健次郎、3着に前田直也、4着に白鳥翔の並びで終了となります。続いて16回戦です。